疲れ様でした。お疲れ様でした。短い1年が終わりました。じゃあ今年1年お疲れ様でした。ミチコの涙どうだったの今年は。なんだろう、今年、はい、国のカンパチ、今日は残念でした。来年の抱負だけちょっと聞かせて。来年もアグニでカンパチ、はい、また泣く感じ、また泣かせる感じ。ちょっとミヤちゃんもうるっとしてるみたいな。よろしくお願いします。お疲れ様。皆さんお疲れ様でした。今日の見こもとはどうでしたか。はい、赤旗いっぱい釣れてよかったです。今年の1年振り返って、今年は一番印象深い証拠は何だったの。あれですね、ヒラメ、やっぱヒラメでした。あと24時間もやっぱ耐久も耐えて頑張ったんで良かったです。来年もよろしくお願いします。はい、またお願いします。ありがとうございます。じゃあ2人で、2方、はいはい、お疲れ様です。ありがとうございます。どうしもだ。いやついにリベンジできました。リベンジだ、今日初めてでしょ。今日初めて。リベンジじゃないよ、初チャレンジ。初チャレンジ、ついに。しもだの海もなかなかでしょ。いや、めっちゃ楽しかったです。伊勢湾は伊勢湾でいいんだけど、釣れるのは難しい。そこはなかなか釣れなかったです。2人で30ぐらい、20は釣ってた。20は多分やってると思いますね。まあまあ、またね。はい、明日お願いします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。今年もいやもうリベンジが返り討ちに終わりました。もうリベンジのリベンジのリベンジだから、もう何回食らってるかわかんないです。来年こそは頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。今年1年どうだった。いや楽しかったです。大したも釣れなかったですけど、まあまあ来年もまた、はい、またワイワイ。今度は来年は前日カンパチに、はい、お疲れ。お疲れ様です。さあじゃあ船長、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。モロコが出なくてすいません。こちらこそ釣り切れなくてすいませんでした。また来年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。あ、松村さん。今年も1年お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年どんな年でした。今年はいろいろあったんですけど、まあみんなで楽しく釣りできてよかったと思います。またぜひ来年。はい、来年前日行きましょうよね。はい。じゃあよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様。1回以上。